はい、どうもピロチョと申します。飛空女シーズン63、6日目やっていきます。で、今回はですね、1番目の方がいらっしゃって1対撃破で防衛成功と。いやー、今シーズン本当最後の最後までレスト先生が発動したような形になりますね。いやー、本当毎シーズン言ってると思うんですけど、ここ数ヶ月なんですかね、マッチング運が凄まじく良くて、攻めも守りも。で、もう攻めたら、まあ、ぬるめな拠点と当たるし、防衛は防衛でこういう方が来ていただけるし、一応ツイッターとインスタグラムの方でそれなりのエムブレマーとつながってるんですけど、多分通用しないんですよね、この拠点じゃ。それがこういうほぼパーフェクトぐらいの拠点になってるので、いや本当にそういう方が攻めてこないだけっていうことになりますよね。ってことで今回もオフェリアが突っ込んでいくと、でカムイを取ってきたみたいですね。で次に、あれ、オリビア応援しとる。あ、やばい、ロックかけてないかもこれ。あれ、拠点いじったっけな。いやー、この収録中に攻めてこられてたらかなりやばいんですけど、すぐに戻ってロックかけてきます。はい、ロックかけてきました。ってことで砦がレベル5、強固がレベル1、白の封印もレベル1、雷塔もレベル1、火薬の塔もレベル1、黒の封印もレベル1と。まずは無凸のクロニエさん、鬼神持って死の時に戦意なし。次に闇落ちセリカ、これ自前スキルですかね。次に無凸のドーマ、これは全部自前スキルで引き戻しついてます。次に無凸のネサラ、これも全部自前スキルかな。で、無凸のデューテ、獅子粉陣2入って離脱の航路3とか。で、最後に星4の闇落ち匠、そしてレベル1と。いやー、完全にサービス拠点でいいですよね。いやー、マッチングした時のあの異界が25なので、そこそこやってる方になりますよね、ちゃんと。いやー、本当にどうなってんすかね、このマッチング運が。いやー、できることなら光エミシーズンで難しい拠点来てほしいんですけど、どちらかというとあの天理シーズンの方が自信がないので、本当助かるんですけどね。ちょっといつツケが回ってくるのか、それが心配です。でも攻めプランは言うことないですかね。とりあえずもう回復の塔壊しちゃったし、で左側のエナジーをまず奥の方からですね、クロニエさんがいるので、でゆっくり壊していこうかなと。でもう次のターンにエナジー取れちゃうので、もうクロニエさんに行ってもらおうかなと思います。さあ4ターン目、ピアニーでエナジー回収して引き戻す。さあクロニエさん、お願いします。ぶちかましで上がって、まず匠からレベル1のこれ倒さなくてもよかったかな。これ多分失敗してるんですよね、いつもの感覚でやったはいいけども。ほんとナメプしすぎてますね、これ。うっかりしてたらクロニアさん死んでる可能性もあるんですよね。ネサラはヒットポイント満タンだし、まあ今からドーマでも倒せればいいんですけど、いや、それもできないしってことで、クロニエさん側をとりあえず一分で削っときたいなと。いやー、このネサラがティバーンだったら、下手したらクロニエさん落ちてる可能性があるんですよね。いやー、情けね。楽勝楽勝で突っ込んでたらこんなことになっちゃってますね。いやー、危ねー。とりあえずなんとかなりました、ありがとうございます。で、6日目ってことで、もう残る2戦ですね。で、リベンジ一件は確保してあるんですけど、残りが10凸とかそういう方だったので、ちょっとどうしようかなという感じですね。まあ、はしごも3つあるので行ったら行ったなんですけど、はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。